まあ、実況のアナウンサーも黙ってしまうというね、心臓の緊張感が高まって黙ってしまうという状況になりかねませんが、まあ、浴衣の絵もいいですね。ああそうですね、夏らしくていいですね。しかし暑いんですね、館内はね。仰いでる人ばかりですね。冷房もすごい効いてるんですよ、体感効いてるんですけど、応援する熱で あまり効かないんですよ。なるほど、その熱量に負けてしまうわけですね。そうです。さあ、元大関琴奨菊、そして角番大関高安、軍配が返っています。さあ、体当たりから出ていくのは琴奨菊、上手を引いた高安、上手投げに行く。おっと、琴奨菊も負けていない。さあ、両前足を引きました高安です。しかしそれは消えました。琴奨菊出ていく、叩き込み、腰を拾いました高安です。いやいや、琴奨菊の攻めも目立ちましたね。そうですね、基本的にもう終始攻めてたの琴奨菊、それをなんとかこう受け切りました高安です。